明治安田 J1G 大阪4、0横浜、6日、第22節、パナスタガンバ大阪が横浜 F、マリノスを今季最多となる4ゴールで下し、トップ3の位置をキープした。午後7時キックオフでも気温約32度と酷暑での戦いとなった一戦では、G 大阪のダブルボランチが輝きを放った。公州両面で躍動し、 余裕すら感じさせるプレーで中盤で存在感を示した MF ダワン28はすごく体が軽くて自由にプレイできたと快勝に笑顔を見せた蒸し暑い中での驚異的なパフォーマンスにも涼しい顔自分が住んでいたブラジルの街は一年中こういう気温なのでその暑さに対して苦しいっていうのは感じないと頼もしく話した前半の追加タイムには 試合の流れに影響を与えた2点目も決めた。左サイドで突破を仕掛けた FW 宇佐美隆史32がクロスを入れると、隆史があの場所で細かいタッチでボールを持ってるときは、ボールが入ってくる確率がすごく高い。自分もそこに行かないといけないと感じた、とダイビングヘッド。第4節ジュビロ岩田戦以来となる自身今季2点目でチームを勢いづけた。 ディフェンスだけでなく、攻撃にも顔を出せた、というダワンは、相棒である m f 鈴木徳馬、27、とのコンビにも自信を見せた。徳馬は僕たちのチームにとっては車のエンジンみたいな存在。チームのために走ってくれて、攻守で活躍してくれる。徳真のディフェンスの良さがあるから、僕にさらに前に行ける。それが今日のゴールにもつながった。そ評された鈴木は、 この試合でチーム最多11.711 11キロを走るハードワーク。90分通して中盤を支配した。鈴木は暑さは承知の上だったけど、前半25分ぐらいから結構きつかった、と話したが、そんなことを感じさせない動きで、最後までゲームをコントロールした。ボランチの位置から前に出ていくダワンをバランスよく後ろから支えた鈴木は、二人の関係にも手応え。 僕らが走れば勝てると思うんで、これからも走ります。頼りになる二人が、夏場も G 大阪の中盤を支えていく。長田純